豊後高田市の職員が合成麻薬を持っていたとして起訴されたことを受け、今日市長が議会で説明しました。職員は8年前にも違法薬物を所持した罪で罰金刑を受けています。起訴された内容が事実であれば大変遺憾に思うところでございます。市民の皆様に大変ご心配をおかけしているところでございます。起訴状によりますと、豊後高田市保険年金課主幹の五所昭仁被告は今年5月、大分市内の51歳の女の家で合成麻薬 MDMA の錠剤5錠を持っていたとして、麻薬取締法違反の所持の疑いで書類送検され、先月22日に在宅起訴されました。この51歳の女が覚醒剤を使った罪で5月に起訴され、五所被告の容疑が浮上したとみられます。市によりますと、五所被告は8年前にも危険ドラッグを所持した罪で罰金刑を受け、停職5ヶ月の懲戒処分になっています。市の総務課は、起訴されたことを厳粛に受け止めている。必要に応じ、しかるべき処分をするよう準備しているとコメントしています。